成蹊大学体育会ラグビーフットボール部は関東大学ラグビー対抗戦 B グループに所属する成蹊大学のラグビー部である1923年総部の古豪1950年旧正大学で運営されていた伝統の関東大学ラグビー対抗戦グループへの加入を果たした2006年度に関東大学ラグビー対抗戦 B グループを全勝優勝 入れ替え戦では、立教大学に13から8で勝ち、2007年度から A グループに初めて昇格した。2011年度は再開で入れ替え戦に回り、立教大学に5から25で敗れ、B グループに降格することが決まった。しかし、2012年度に関東大学ラグビー対抗戦 B グループを全勝優勝。入れ替え戦では、立教大学に十五から七で勝ち、 再び A グループ昇格が決まった。ノーサイド後観客席のファンに挨拶をする成形の選手たち翌年2013年度は7位で入れ替え戦に回り、明治学院大学に30から35で敗れ、B グループに降格することが決まった。2015年度に関東大学ラグビー対抗戦 B グループを優勝。入れ替え戦では、 立教大学に45から8で勝ち、A グループ昇格が決まった。2019年度は再開で入れ替え戦に回り、立教大学に21から23で敗れ、B グループに降格することが決まった。2020年度に関東大学ラグビー対抗戦 B グループを優勝。ただ A グループで中止試合があったため、入れ替え戦は実施されない。年はすべて年度。 近年のチームの戦績は以下の通り、成形グラウンド、ありがとうございます。